高血圧、高血圧、高血圧、高血圧症とは、血圧が正常範囲を超えて高く維持されている状態である。高血圧自体の自覚症状は何もないことが多いが、虚血性心疾患、脳卒中、腎不全などの発症原因となるので、臨床的には重大な状態である。生活習慣病の一つとされ、厚生労働省2013年度は、 男女共に通院者率の最も高い疾患として公表している2位は男が糖尿病、女が腰痛。アメリカ合衆国では1995年に成人全体の24%には高血圧があり、そのうちの53%の人は高圧剤を服用していた。日本には4-0-0-0-0人の高血圧の人がいると推定されている。 日本高血圧学会。肥満、脂質異常症、糖尿病との合併は、死の死重層、シンドローム X、インスリン抵抗性症候群などと称されていた。これらは現在メタボリックシンドロームと呼ばれる。日本高血圧学会では高血圧の基準を以下のように定めている。すなわち、収縮期血圧が140メートル MHg 以上、または、 拡張期血圧が 90mhmhg 以上に保たれた状態が高血圧であるとされている。しかし、近年の研究では、血圧は高ければ高いだけ合併症のリスクが高まるめ、収縮期血圧で1 2 0トル m h g 未満が、生体の血管にとって負担が少ない血圧レベルとされている。ここで注意すべきは、 血圧が高い状態が持続することが問題となるのであり、運動時や緊張した場合などの一過性の高血圧についての言及ではないということである。高血圧の診断基準は数回の測定の平均値を対象としている。運動や精神的な興奮で一過性に血圧が上がるのは生理的な反応であり、これは高血圧の概念とはまた違うものである。 血圧は1日の中でも変動している。そのため、計測する時間帯には正常値の基準を満たしているものの、その他のほとんどの時間帯には高血圧となっている場合がある。これを仮面高血圧と呼ぶ。また高圧剤が処方されている場合でも、その効果が切れている時間帯では安全域を外れている場合もある。この点にも留意する必要がある。逆に、 普段は正常血圧なのに診察室で医師が測定すると血圧が上昇して高血圧と診断されてしまう場合もあり白衣高血圧と呼ばれる糖尿病患者では起立性低血圧の症例があるため材だけでなく害、立位でも測定する上腕の血圧測定結果で左右の血圧差が生じることがある血圧差は 上腕動脈あるいは鎖骨下動脈の病変に起因すると考えられ、差が10メートル m h g 以上の患者は、心血管疾患による死亡リスクが優位に高。また、家庭で測定を行う場合は高い側の腕で、測定を行うことが推奨されている。などとしている、収縮気血圧の目標値は、数回にわたり、引き下げの変更が行われている。多くしら、 2008によれば、血圧と死亡率を年齢の関連をグラフにすると、120、80メートル MHg 未満での死亡率が優位に低くなり、一見すると、血圧は低ければ低いほど良い様に見えるが、年齢別に見ると、男女共に年齢に関係なく160、100メートル MHg 未満までは、循環器系疾患死亡率が上昇しない。一方、180、 110mhmhg 以上の人を160、100mhmhg と強く下げた場合に死亡率が上昇する向きがある。また、高血圧症治療、高圧薬服用はすべての世代でリスク要因であった。さらに、基準値を年齢別、性別に設定すべきである、160、100mhmhg 以下では健康リスクとならない、物治療は180。 110mhmhg、mm、以上を、限定都市高圧は2 0 m h トル m h g までとする、などの指摘を行っている。血圧以外のリスク要因を加味し、書きのように、層別化される。滅、メタボリックシンドローム診断基準、1、腹腔内脂肪蓄積ウエスト周囲系男性 85cm、女性 90cm、内臓脂肪面積男女とも 100cm に、 相当、2、脂質値高トリグリセライド血症、150mg デシリットルかつ、または低 HDLC 血症 40mg デシリットル男女とも、3、血圧値収縮期血圧 130mMHg かつ、または拡張期血圧 85mMHg。4、血糖値空腹時高血糖、100mg デシリットル、または幅 1c。 NGSP5.6% 蒸気1であることに加えて2から4のうち2項目以上が該当する場合にメタボリックシンドロームと診断される。現在、原因が特定できている場合とそうでない場合で大きくに分類して原疾患が不明な本体性高血圧症と特定の原因が明らかになっている二次性高血圧に分類するという 現在の医学では本体性高血圧症の方の割合がかなり多い。つまり現在の医学のレベルでは高血圧に関しては原因があまりよくわかっていない場合の方が多い。ただしこの2分類はあまり固定的に理解するのはあまり正しくなく医師が仕事を進める上での便宜的なものだと理解した方が良い。 アメリカ心臓協会に発表された論文によれば、ラットによる動物実験で腸内細菌層における腸内毒素症との関連を示したと報告された。アメリカ心臓協会は、抗生物質による高血圧治療を示した。二次性高血圧、原因が特定されているものに関してはいろいろな場合がある。本体性高血圧の原因については、原因の よくわからないものを、本体性高血圧症と呼ぶことにしているので、よくわかっていないとされているわけだが、原因は単一ではなく、両親から受け継いだ遺伝的素因が、生まれてから成長し、高齢化するまでの食事、ストレスなどの様々な環境因子によって就職されて、高血圧が発生するという説、模索説がある。食塩性高血圧の病態については、諸説あるが、 名古屋市立大学医学部の木村源次郎の説では、摂取したナトリウムを腎から排泄しきれず、夜間も腎臓でナトリウム排泄のため多くの血流を要するオン、ディッパー型高血圧、夜間高血圧が良い説明モデルとなる。ノンディッパー型高血圧では、ナトリウム排泄を促進する、利尿剤を投与することで、ノンディッパー型がディッパー型へと変化することが認められおり、 ナトリウム排泄が食塩管受精の有無を規定する因子の一つと論じている。脂肪細胞が肥大化すると血圧に関連して次のことが起こる。これらのことにより高血圧を招く。肥満患者において高血圧症が多いのはこのためである。肥満によるインスリン抵抗性は高インスリン血症を起きたす。高インスリン血症は 腎尿細管へ直接作用してナトリウム貯留を引き起こし、これが水分を貯留し、結果として血糖値を下げる作用になるが、水分の貯留により高血圧を発症させることとなる。このほか脳血管障害の急性期に著名な高血圧をきたすことが知られている。脳出血では応急的な高圧が必要だが、 脳梗塞ではむしろ脳血流を保てなくなる恐れがあるため、高圧は行われない。高血圧が持続すると強い圧力の血流が動脈の内膜にずり、応力を加えると同時に血管内皮から血管収縮物質が分泌されることで血管内皮が障害される。この修復過程で上種アテロームが形成され、動脈効果の原因となる。 慢性的疾患は大きく、脳血管障害、心臓疾患、腎臓疾患、血管疾患の4つに分類され、高血圧によって生じる動脈硬化の結果、以下のような合併症が発生する。血圧は変動しやすいので、高血圧の診断は少なくとも2回以上の異なる、機械における血圧測定値に基づいて行われるべきである。最近は、 家庭血圧計が普及しているが、家庭で自分自身で測定した血圧値の方が、診察室で医師や看護師によって測定した血圧値よりも将来の脳卒中や心筋梗塞の予測に有用であるとする疫学調査結果が相次いで報告されている。診察室での血圧測定では、白衣甲血圧、医師による測定では、本来の血圧より高くなる現象や、 仮面高血圧。普段は高血圧なのに、診察室では正常血圧となる現象が生じるため、必ずしも本来の血圧値を反映していないという考え方が普及している。家庭での正常血圧値は診察室での血圧値よりもやや低いために、家庭血圧では135、85メートル MHg 以上を高血圧とする。 家庭では朝食前に2回血圧を測定することが望ましい。心筋梗塞や脳卒中の発症は朝起床後に多発することから早朝の高血圧管理が重要である。脳卒中や心筋梗塞の発症には高血圧のみならず、喫煙、高脂血症、糖尿病、肥満などの他の危険因子も関与するために、 危険因子や合併症も考慮した高血圧の壮別化によって将来の脳卒中、心筋梗塞の危険度の予測能が高まる。動脈硬化の診断や腎機能、血圧反射機能などの自律神経機能等の診断も病態の把握に重要であり、動脈硬化の定量診断には脈波電波速度計測なども行われている。血圧反射機能診断のためには 血圧変化に対する心拍反応や動脈の血圧反射機能を診断する方法論も提案されている。精密な病態の診断が最適な治療には不可欠である。臨床的には心臓超音波検査、心エコーにおいて心重量の増大や殺出肥大が観察される。高血圧治療ガイドラインに定められた期間の食事療法や運動療法を行い、 それでも140、90メートル MHg を超えている場合は、高圧薬による薬物治療を開始する。近年は大規模臨床試験がいくつも出揃い、高血圧治療指針、ガイドラインでは科学的根拠に基づいた高圧薬の選択を推奨している。日本では依然として主治医の裁量ではある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。